はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ネオスペシアン外役モールです。さあ本日なんですが、あのネオスペシアンデッキですね、新しいパックで登場したこのグランモールっていう鬼畜モグラと言われているモンスター、が登場して、でグランネオスも登場したんで、まあ、だいぶねネオスペシアンデッキかなり強くなったんですけども、構築が洗練されてきましたので、ご紹介していきたいなと。これで、なんか、最近なんかネオスペーシャン無限に回してたんですけども、結構ね、割とね、まあ、上振れもあるかもしれないけどね、レジェンドランク5まで行ったんで、レジェンド1から。1から5くらいまで行ったんで、結構強いと思う。割と。勝率6から7割くらいあるんじゃないかっていう、ランク戦では。っていう感じのデッキができました。ですね、何が強かったかっていうと、まあ、最初はね、マスクチェンジとか入ってたんだけども、これが強いですね。ネオスペースコネクターっていう、このモンスター。これ効果が、まあ、1と2であるんだけども、まあ、どっちも強くて、まず1番で、召喚に成功したら手札がデッキから、ネオスペーシアンか、まあ、エロメンタルヒーローさん、エロメンタルヒーローさん、ストレッチマンさんを出せると。で、2番で自分をリリースすると、墓地の、ネオスペーシアンか、ネオスさんを蘇生できると、守備表示で。これが何と相性がいいかっていうと、やっぱね、これとすごく相性がいいんですね。コンバートコンタクト。コンバートコンタクトで叩き送っといて、ネオスペーシアンをね。で、ネオスペースコネクターを出せば、すぐにね、コンタクト融合ができますんで、手札消費が、1枚で。だから非常に強いと、普通融合とかだと、まあ、2枚3枚使ってくるんだけども、こいつで、アドバンテージを稼いでくれるんで、まあ、なかなか強い動きができると。で、まあ、最初はね、やっぱりね、ネオスフュージョンとか、エアーマンとかでマスクチェンジとかで初動を増やしてたんだけども、今回はこのネオスペースコネクターっていうモンスターを初動と考えて、このコンバートコンタクトからのネオスペースコネクター、もしくはネオスフュージョンを狙っていくと。そんな感じの構築ですね。で、モンスター、融合モンスターね。新しい仲間、グランネモールが追加されたんで、こいつはまあめちゃくちゃ強いんですけども、こいつとこれね、グランネオス。これバウンスマンとしてこれ非常に強いんだけども、やっぱね、なんだかんだね、先行でやることないんで、こいつらっていうのは。ね、これが強いですね、やっぱり。アクアドルフィンが、キモイルカ。まあ、今回は鬼畜モグラと、キモイルカっていう、まあ、およそ遊戯王カードと思えない相性をしている、もう、2体のモンスターを使っていくんですけども、この、キモイルカさんはハンデスですね。で、この融合体もハンデスできるんですよ。だから先行で2ハンデスとか飛ばすことももちろんできますし、マークと回ればね。だし、後攻で、2枚バウンスっていうこともできますんで、先行でもまあそこそこ強いし、後攻でも強いよっていう、まあ、そういうデッキがまあできたんじゃないかなと。そんな感じです。まあ、ネオスペシャルデッキ回すんだったらね、こんな感じがなんか最適解なのかなと思って、今現状おります。はい。早速ね、ミラクルコンタクト、それから、まあ、ネオスペースコネクターの使い方、ご覧いただければと思いますので、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手方、ブルーアイズね。皆さん、ブルーアイズめちゃくちゃ多いじゃないですか、まだ。待って、コンバートコンタクト打つわ。コンバートコンタクト打って、イルカ、モグラかな。モグラ、イルカ、モグラ。イルカモグラ、蘇生したい方をね、落としておくといいんですけど、イルカモグラが、あ、来た来た、オッケーオッケー。で、ネオスペースコネクター召喚、ネオスペースコネクターの効果発動。ネオスペースコネクターは召喚に成功した場合、デッキからエロメンタルヒーロー、誰とでもネオスを特殊召喚できるぜ。来いストレッチマン。ちなみにクソどうでもいい話するんですけど、最近娘と一緒にストレッチマンも見たんですよ。NHK でやってる、あれね、ストレッチマンの今、息子がね、活躍しました。今、ストレッチマンね、もうね、息子になってんすよ。すごくないですか？っていうか、ストレッチマン、俺たちが若い頃にやってたストレッチマンは、まだね、現役なんですよ。お父さんとして。ウルトラマン、ウルトラマンのさ、ウルトラの父みたいな感じ。いわゆる。で、ピーピングしていく。太鼓は捨てちゃいけないね。太鼓は間違って捨てないようにしましょうね。太鼓だけは捨ててはいけない。いや、これ反動も強えな。反動も強くねえか。これ攻撃力以上だったら、ブルーアイズはあれか、破壊できるのか。ブルーアイズ破壊して、はい。バコーン、オッケー。で、ブルーアイズ破壊して融合をね、阻止していくっていうスタイルね。で、ハンデスしてカード1枚セットして、もう1ハンデスは、ワンチャン太鼓落ちるとマジでやばいこと起きるんで、ちょっとやめときますか。イルカになる必要性ないな、これ。融合する必要性もないな、多分これ、セットセット、しびしびで置いとけばいいんじゃないかな、これ。これでいいんじゃない？で、ホーリーライフバレー。これがね、めっちゃ強いんですよ、イルカの。キモイルカの強いところは、相手の手札をピーピングして先行で。で、なんとなく、手が読めると。
まあ1枚追加されたら微妙だけど。はいはい、セットセット、うん、あー癖追加か、なるほど。サンダーブレイク、ホーリーライフバリアと何ですね。まあだハンドキルカードなんで1枚はなんか飛んでくるけど、ホーリーライフがあるからな、ホーリーライフがあるからこのターン勝てませんね絶対に。だとするならば、ハンデスしても意味ないんだよねこれ。イルカ出してハンデスしても意味ないし、イルカでハンドしたらなんかハンドコスト切られて意味なくなっちゃうから、切る意味がほぼなくて、だとするならばネオス出しに行くのが一番いいかな。ネオス出してブレイブさん出してぶん殴りに行くのが一番正解か。ホーリーライフバリアがあるから、でホーリーライフバリアでなんか何らかの、 あのもう請願が出てきてって感じになるから、とりあえずネオスフュージョンで、なんかね、バックに触れるやっぱりなんだ、ネオス系のモンスターって珍しいんで、ストームネオスくらいしかいないんですよね今のところは。なんで、グランネオス出してもな、これ結局意味ないしな。ブレイブネオスでいいか。ブレイブネオスが一番打点高いしな。ブレイブネオス出しといて、今除去する必要性がもうゼロなので、でグランモールイリシアの手段にでこうしといて現れろ、これするしかないかな。でこれは全部攻撃しに行ってホリライフバリア打たせるしかないか。こいつも攻撃表示いいか。もうどうせだったらこいつも攻撃表示やん。こいつ攻撃表示で600、まあもう絶対ホリライフバリア使いますよね。これでホリライフバリアを使うと、はい、攻撃だ、ぶん殴ってくで、ホーリーライフを多分使う、おそらく使う。まあ3500になってるんでね今ライフポイントが。でホーリーライフバリア使う、はい、オッケー。でホーリーライフで太鼓の試合しよう、墓地送っていく。でこれで青岩か白き霊流かなんかが出てくるエンドで、霊流でこれね、実はね宇宙を抜かれるのが結構辛くて、打点的にこれ分かり手だと宇宙抜くんですけど、バック抜いてくんねえかな、月の書抜いてくんねえかな。月の書抜いてくると熱い、頼む。さすがにね、宇宙ですよね、ですよね、分かり手。どうしようかな。で、請願開始されるから手札コストがまた1枚増えて、いや手札コスト増えんのマジでどうにかしろよあのデッキ。あ、さっきの話の続きなんですけど、ブルーアイズめちゃくちゃまだ多いじゃないですか。これね、あの多くてちょうざいんですけど、どうにかしてくださいっていう結構コメント来るんですよ動画にね。あのね、僕はね、こう思ってます。いや、あのブルーアイズしかデッキがないんですよこういう人は。多分ホーリーライフ積んでるってことはさ、結構さ無課金系のデッキデュエリストだと思うんですよね。まあ今の環境結構強いですけど、ホーリーライフバリアはワンキル防げるんで。けど多分この人、おそらくですよ、おそらくこのデッキしか組めないんですよ、青岩しか。あのブルーアイズ配布します、オルタナティブ配布しますっていう時に初めて、うお、マジでデュエリスト楽しそうと思ってやってる人だと思うんですよ。だからこれしかないから許してあげてという優しい気持ちでデュエルをすると、エネコンを捨てるなんていう。これは月の書使っとこう、月の書使っといて、キモイルカ処理にしとこう。カードだ、エネコン捨てるって何事、マジエネコン捨てる何事、そんなハンド強い、ハンドじゃねえや、伏せ強いの。あ、でも捨てるもんがねえのか、青岩が手札にあるから。あれワンチャンあれだな、捨てるものがない説あるの他に。でどうする、はいはい、白き霊流でぶん殴ってくれます。それは全然いい、全然いい、全然いい。そう、こういう人はね、ほんとこれしかデッキが組めないから、おそらくね。だから優しい目で見守ってあげたいと言ったところですね。これは青岩がいいんでしょ、青岩がいる、青岩がいる、ブルーアイズがいると。ブルーアイズに変身されるとちょっとめんどくさいけど、打点が抜けてないから、まあ、除去飛ばせるとしたら、でもグランモールしかないの。グランモールこれ召喚して、グランモールでこれで変身して除去飛ばしてブルーアイズになられたら、もう一回ネオスフュージョンか。これそれが何なのかによるけど、多分ね手札コスト系だと思うんだよね。これいっぱいなんか手札コスト系入ってるから、この人サンダーブレイクとかホーリーライフバリアとか。エネコンだったらちょっとワンキルは取れないけど、言うて次の開始のターンも相手ワンキル取れないから、でグランモール、グランメールでグランモールを特殊召喚していく。さあグランモールを、はい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 、でサンダーブレイク打ってくるのね。なるほど、それ普通に、普
通にネオスージョンだけど普通にネオスージョン。いや、因果切断積んでいけ。因果ないとお前ネオスには勝てないぞ。さあお相手の方、おっと、遊戯王ディブルリンピックス界で2番目にエッチな女じゃないか。ちなみに一番エッチな女はだダークシグナーのカーリー渚だいやー、ちょっとアンズさんなんかとデュエルしてるとちょっと若干ムラムラしてくるっていう話ありますよね。これ良くないですよね。やっぱりその、まあ、青少年が遊ぶゲームでやっぱちょっと若干ムラムラしてくるって良くないと思うんですよね。でもなんかダークシグナーカーリン渚とこの DSOD アンズに関してはリミットをかけた方がいいと思いますね。おそらくね、これ禁止した方が僕はいいと思ってます。はい、やっぱ青少年の教育上良くない。え、このゲーム青少年やってないって。確かに確かに。コンバートコンタクト、カードを伏せる。なるほど、サンダーブレイクそっち系ではない。なんかそのフリーチェーンとかではないのか、モンスター系を除去する感じですかね。なんか結集とかでもないですね。あれね、あれなんだろうな。サイクロンでもね、あのカードはなんだ。とりあえずグランモール行くしかないか。ハミングバウド、ハミングバウドして、で、あー、ナイス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 、いいよ。これが強いのね。このなんかコンバットコンタクト打った後にネオスペースコネクタ引くっていうのが結構強くて、でネオスペースコネクターの効果発動、これが一番アドバンテージを稼いでくれるんでね。召喚に成功した場合にネオス出してくれるっていう、めちゃくちゃ強い。でネオスペースコネクターの効果によってデッキからエレメンタルヒーローネオスを特殊召喚していく。エロメンタルヒーローネオスを特殊召喚していく。エレメンタルヒーローネオス、いけネオス。伸びる伸びる、ストップ。ここにパワーが溜まってきちゃったの。それストレッチマンだ。で、ネオスペースコネクターの効果を発動。ネオスペースコネクターによってネオスペシャンアクアドルフィンを特殊召喚。アクアドルフィンで、もうコネクター1枚いらないかなと思ってるんで、コネクター捨ててもいいですかね。とりあえずちょっと1回アクアドルフィンにハンデしましょう。あれなんだろうな、あの癖がわからねえぞ。このタイミングでチェーン発生してるのなんだ。グランモールでいいか。これグランモールも召喚月だったらもうグランモールやねえよ。でハンドはフィールドソルシエール。誰やねん誰やねん。相手の墓地のモンスターを、なるほどね、特殊召喚する。なるほどなるほど、はいはい、そういうモンスターね。結集かなんかで呼んでくるみたいな感じなのかな、そのモンスターを。とりあえずもう一回アクアネオス行って、でもう一回アクアネオス行って、でアクアネオスでもう一回ハンデス食らせようかな。ハンデスは別にいらないか、しなくても。あー、カナディアか。はい、カナディア OK、 カナディア OK、 カナディア OK。で、ネオスフュージョン発動。ネオスフュージョンの効果、ほらグランネオスだろ。さあ、エロメンタルヒーロー誰でもネオスと、グランモールを墓地の振り現れろ。グランネオス、グランネオスのモンスター効果、デビュラスホール、デビュラスホール、シャー、顔落ち前セット、バトルベイス、バトルだ、いけグランモール、グランネオス、よし、ターン終了。これはね、やっぱりね、1枚除去をネオスフュージョンが飛ばせるっていうのがすごい強いですね。ネオスの融合体には、まあ多分一番強いのはレインボーネオスっていうやつがいて、ネオスフュージョン1枚から出てくるんですけど、究極報告神とネオスっていう融合の条件 でレインボーネオスさんの効果めっちゃ強くて、相手のなんかモンスターとか魔法トラップとかなんかデッキに戻すことができるんですよ。あ、墓地のカードを戻せます。ちなみに、まあ、コスト言いますけどね、めちゃくちゃ強いんですよね、ネオスフュージョンから出てくるレインボーネオス。なんでしかも打点確か4000くらいあるんで、めちゃくちゃ強いです。レインボーネオスももはや来てもいいんじゃないかと思ってますけど、さすがに強すぎるから、ネオスフュージョンリミット2だしみたいな。あー、デッキ強い、トップ強いね。でグランネオス効果発動してバウンスっていうことをしていく。さあ、チョコマチャンガールのを、グランネオスの効果でバウンスしていく。いつもの結集、なるほど、結集めんどくさいね。結集は若干めんどくさいが、でフルードシュバリエかなんか出てくるのかな。フルードシュバリエじゃねえや、フルードソルシエル出てくるのかな。フルードソルシエル打点2900、
ほっ、あ、そっちか。なるほど。それめんどくせえな。それはそれでめんどくせえ。で、アクアネオスは反転していいな。現れろ、エレメンタルヒーロー。アクアネオスの効果は使う必要ありそうな気もするが、もう一バウンスは飛ばせる。で、月の書がある。あの伏せなんだろうな。それなら私カナディアか。なるほど、使ってくれる。カナディア、あ、カナディア使っていただける。カナディア使っていただける。あ、じゃあですね、これ分からせることできますね。これ分からせることができ、あ、イルカいねえのか。イルカいねえのか。イルカ、イルカいたらなと思ったんだけど、イルカいねえから、これグランモールを蘇生して、グランモール墓地行っちゃってるから、グランモール蘇生して、でネオスフュージョンでグランモール置けばいいか。ネオスペーシアン出た。グランモール、なんか月の書先だね。月の書先打って相手裏側にしてグランモールか。そしたら、3000だからワンキル取れますかね。これで、月の書発動、月の書発動してベリーマンシャンガール裏側にする。ベリーマンシャンガールの効果発動を、タッション取られたから、なんかブラックマンシャンガール的な何かしらのモンスターが出てくる。そいつをバウンスしてぶん、殴りぶん殴りで勝ちか。はい、完璧でした。やっぱりね、グランモールって最強だね。グランネオスか、あのグランモールじゃなくてグランネオスがマジで強い。やっぱこのネオスフュージョン1枚からバウンス合わせるって最強なんで。これ今まではさ、だってさ、これをさ、今までっていうか昔はこれをあのバックフ道具っていうやつをセットして、ネオスフュージョンでブレイブネオス出して AD チェンジャー落として、 AD チェンジャー効果でバックフ道具をリバースさせてバウンスしてたんですよ。そんなことしなくてもグランネオス1体でバウンス飛ばせるんですよ。強すぎるだろ。いや、ラストできればキモイルカなんで、なんかバーンダメージで勝ちたかったわ。墓地にアクアドルフィンがいなかった。さあ、お相手の方木馬くん、珍しいね。 LP 増強か。なるほど。いや、木馬くん最近全く見ませんね。あのアバヨっていう最強スキルがね、あの修正されてからもう一切見なくなりました。やっぱね、あのね、何らかの汎用スキルは大体あの修正される傾向にありますんで、デュエルリンクスね。もう今や本当見ないキャラクターが多すぎます。フリー対戦が死んでいて、でスキルをどんどん修正するんで、運営が、まあ、強すぎるのがいけないんですよスキルが。てかセプスローお前当たり前のように決めてんじゃねえぞ。アンネス飛んでくるのがめんどくせえな。まあでもグランモールを飛ばし、ハンデスしてくれたら結構嬉しいね。結構嬉しい。グランモールをハンデスしてくれて嬉しい。ウロボロスはいい。さあ、ウロボロス、ウロボロス効果。なるほど。あ、え、破壊してるのそれ大丈夫。あ、うざっ。うざ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 。メオスはいいわ。メオスは別に、メオスはそんなに困んない。セットセット。さあ、ベルズウロボロス効果で、ぐこれモグラ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 、いやいや、でもグランモールが通ればワンチャンある。グランモールが通ればワンチャンある。グランモール通ればワンチャンある。グランモール通ればワンチャンある。グレンの指名者、やばい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 。お前ふざけんなよ、お前、お前ふざけんなよ、お前ふざけんなよ。きっしょ、何が楽しいねんそれ。楽しいかでも。お前よし、ふざけんなよ、なんもできんわ。皆さん、どうやら理解したようですね。そうです、これが遊戯王デュエルリンクスですよ。これが遊戯王デュエルリンクスというゲーム。これで世界大会とかやろうとしてんだから、お前笑いもんだよな。ゲームになってるかこれ。これゲーム成立してるのか果たして。ただの高度なじゃんけん。